どうみし、はるか、ことね、私たちはチェゴです。はい、ということで今日はなんで2人かと言いますと、まほちゃんに久しぶりにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。ということで、ね、何のドッキリをやるかと言いますと、喧嘩してる最中に今まで踊ってきた曲何曲踊れるか。イエーイ。どういうことって思うと思うんですけれども、喧嘩してる最中に例えば真帆が下向いた時にちょっと踊ったりとか、あとは本当だなとか言ってこう TYT さんのクラブ踊ったりとかじゃあ明日本番なのでやっていきたいと思います。じゃあ明日へレッツチェンコー。自分でしてるから。そうなの。ちょっと狭い。昨日からさ、筋肉痛なんだよ、ここが。今日何したっけ？今日進む。マジ汚い、本当に。さっき綺麗にしたばっかり、なんでこんな、なんかね、弱くない？必要が多いんだよ。こことかさ、こことかさ、なんか意味わかんなくてなんかイライラするんだけど。これじゃあ何？スリーのこれは。やばっ。これは？これ何ですか？それなんだよ。これ何？リコそういう癖をちゃんと直したらいいんだってば。直そうと努力してんだからさ、温かく見守ってくれる。だから温かく見守ったらゴミ箱になっちゃうから。時期とど。え、待って。え、答えにやるからいいんだけど。めっちゃいいのやつでさ。すごいよ、その動き。いや、もう本当にいいの。え、待って、じゃあさ、どうやって怒ればいいの？どうしようかと思った。もがいない間に多分たくさん喧嘩してたんだろうなと思ったんだ。うん、もうやっぱ昨日のは良かった。うん、良かったね。はい、ということでこの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、あと SNS 各自もやってるのでそちらもぜひチェックお願いします。お願いします。以上、チェロでした。バイバイ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。初の K-POP を絡めたドッキリはどうだったでしょうか。あと頑張って喧嘩の演技もしたのでみんなたくさん見てね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。